皆さんこんにちは。本日は股関節の機能を劇的に上げる方法、これを紹介していきたいと思います。ランナーに乗って股関節の機能を上げていく、これ本当に大切。股関節がどれだけうまく動くかでランニングのパフォーマンス決まると言っても過言ではないくらいです。なので今回はこの股関節の動きの大切さ、これを十分に、いや十二分に説明した後に股関節の機能を上げていく方法を紹介していきたいと思います。めちゃくちゃ大事な内容です。ぜひ一緒に学んでいきましょう。まず股関節の動きなんですけども、これは全部で6通りあります。この股関節の6通りの動き、すべてがランニングに関与しているんです。少し専門的な話ですが大丈夫、すごく簡単です。まず2つ一気に紹介しますね。まず最初は前後の動き、これを屈曲伸展というふうに言われます。名前別に覚えなくて大丈夫です。まず足を後ろに伸ばす伸展という動作、これはね、後ろに蹴り出す時に使いますよね。そして屈曲、足を前に持ち上げて曲げてくる動作、これを足を前に戻してくる時に使います。これは分かりやすいですね。つまり蹴り出す、そして蹴り出す足を戻してくる、この動きというのはランニングにおいて前に進むためにはすごく大事ですよね。つまり走るで股関節の屈曲伸展の動きはすごく大事なわけなんです。次に左右のこの動き、外転内転という動きがあります。この動きですね、これ一見すると別にランニングに関係なさそうですよね。ただしこの動きめっちゃ大事。もう一回言います、めっちゃ大事。僕たちが片足で立ってる時や両足で立ってる時、これ左右にぶれますよね。これは外に開く動きと内に閉じる動き、これがうまい具合にバランスが取れているからですね。仮に外に開く力が弱いであったりとか、内に締める力が弱いと、着地をした瞬間に体が左右どちらかにずれてしまいます。つまり内外のバランスがうまく取れていると、まっすぐ着地をした時もバランスよく保てるんですが、内外のバランスが取れていないと着地の時に体がぐらつく、体がぐらつくということは体が安定しない、安定しないということはうまく蹴り出しができない、こういったところにつながってきます。なので一見関係なさそうなこの外に開く閉じる動きというのは、体を安定させるため、特に体が左右にぶれないためにはすごくすごく大事な動きなんです。最後の2つはねじる動き、外旋内旋と言います。このねじる動作というのはスピードを高めていくためにはすごく重要です。例えばちょっと大げさですけども、回旋を出さずに蹴るとこう、そして回旋をしっかり入れる動きだとこれぐらいまでしっかり蹴ることができます。回旋動作が入る方がよりダイナミックに動けることは分かりますよね。つまりこの回旋運動が自然に働けば働くほど、ストライドが伸びてしっかりとスピードを上げていく、こういったところにつながってきます。これ最近結構お伝えするようにしてるんですけども、この股関節の動き大事だとは分かっていたけども、6種類もあって、その6種類が全てランニングに関与しているなんか知らなかった、そういった方結構多いんですよ。そしてこの回旋動作をしっかり出した後にもう一回走ったりとか動きを行ったりすると、明らかに動きが変わった、こういった声結構いただくんですね。なので今回はこの股関節の機能をしっかり上げていけるような動きとエクササイズ、これを一緒にやっていきましょう。難しくないので安心してください。それではスタート。はい、それでは始めていきましょう。まず股関節の動きを高めていくためには、前についている腸腰筋、そして後ろについているお尻、この2つがすごく大事です。なのでこの2つのストレッチをしっかり行うということが股関節の機能を高めていく、ここにつながってきます。結構ね、見たことあるストレッチたくさん出てきますけれども、それだけすごく大事なんだよと思いを込めてやってみてください。まずね、お尻周りしっかり伸ばしていきます。足を90度にしていただいて、すねを前に向けましょう。この時にね、おへそがあっち向いたり目線がこっち向いたりしてしまうと伸びが少なくなりますので、できるだけ目線おへそをまっすぐに向けましょう。そしてもう一つ大事なのが、まず優先順位的にこの足の側面ですね、外くるぶしや膝、そしてお尻、ここをちゃんとつけましょう。たまにね、ここが浮いてしまって前に倒れる方いらっしゃるんですけども、まずここをしっかりつけます。ここをしっかりつけて体を前に持ってくると、それだけで足の付け根伸びます。これね、50秒やってみましょう。まず大事なのは外側をしっかりつける、しっかりつけた状態で前に倒れていく、これだけです。すごい大事なんですよ。よくある間違いが、このままね、足が離れてしまったりとか、あとは無理やり前に行こうとして離れてしまうとか、あともう一個大事なのは、すねがちゃんとまっすぐ向いてるか、例えば硬い方だったらいいんですけどね、膝が曲がりすぎるとちょっとお尻の負荷落ちちゃいます。ただし硬い方はこれでも十分伸びます。できるだけすねは正面向けながら倒れるようにしてください。そうするとね、このお尻の外側の筋肉めちゃくちゃ伸びます。しっかりこすってくださいよ、めっちゃ大事ですよ。この側面つけるのしっかり大事です。あともうちょっと、はい、 OK です。では反対ですね。では反対も同じように行ってください。すねを前に向けて外側つけて足を引きましょう。で前に倒れます。
で、この時にですね、この足ですね、結構ここが詰まってしんどいなとか、ここが詰まって前に倒れることできない、そういう方はちょっと足を前にするだけ、これだけで結構ね、ここのストレスなくなって伸びやすくなります。これ結構いいです。これでも十分伸びますからね。ただ足を後ろに伸ばすと、ついでにこの腸腰筋とかもね、伸びてくれたりしますので、まあ、伸ばした方がやりやすいよという方は伸ばした方がいいかもしれませんね。定期的にね、ここが浮いていないかしっかりチェックしましょう。倒れるよりも大事なのは、まずはここしっかりつけること、しっかりつけることですね。倒れるよりも大事です。はい、 OK です。では次はですね、足の前の腸腰筋ですね、ここを伸ばしていきます。腸腰筋は足を前後に開いて、このまま前に体重移動するだけなんですけども、これがね結構難しいのが、前後ろにした時に結構体重をね前の足に乗せてしまう方がいらっしゃいます。前の足に乗せてしまうと、お尻の筋肉ですね、お尻や裏ももこっちの方にね意識がいてしまって、なかなか引いてる足の腸腰筋、これが伸びない。なので一回体重を後ろにかけます。つまりは前の体重をちょっと後ろに、こっちの後ろに引いてる足にかけます。あ、こっちに体重かかったっていうのは、ももの前とかがなんかパツンってなってきたら分かります。そしてこっちに体重かかったなと思ったら、そのままこの骨盤ですね、注意してほしいのが、腰を反ると結構ね前に行くってなると、腰から行く方、特に反り腰の方は腰から行く傾向になります。なのでちょっとお腹に力を入れて、骨盤ですね、こいつを前にスライドさせていきましょう。ここから50秒、そう、骨盤から前にスライドさせるとこれぐらいで伸びます。ただ腰からスライドするとこれぐらいまでいけちゃうんですね。これぐらいまでいけちゃうけど、なんかストレッチ感ないなっていう方もいらっしゃいます。まあさっきも言いましたけどね、腰からちゃんとスライドをすることによって前ももが伸びていきます。特に意識してほしいのはこれですね、真ん中よりも少し内側とか足の付け根ですね、このあたりが伸びてくると腸腰筋にしっかりストレッチかかっている証拠と言えます。もっと伸ばしたいなと思って前に行こうとすると、ちょっとね反り腰なので気をつけてくださいね。はい、 OK、 では反対ですね。反対も同じように一回体重を後ろにかけます。まず前でね、しっかり、まあ、つま先浮いたりとか、かかとを自由に浮かせられるか、体重が前にかかるとこれなかなか浮かせられなくなりますので、ちゃんと後ろにかかっている証拠としては、前の足が自由に動くか、自由に動くとちゃんと後ろに体重かかってます。そのまま前にスライド、バランス取れない方は壁を持ったりとか、あとはね何か、そうですね、掴めるクッションみたいなものでも構いません。付け根をしっかり伸ばしていきましょう。ストレッチはね、呼吸を止めないように、前もも伸びるとすごくね、後ろに蹴り出し、後ろに蹴る動きがやりやすくなります。筋肉の可動域増えますからね。はい、 OK です。では次のストレッチですね。次は膝90度、股関節、股関節の角度はこうですね、骨盤股関節の角度も90度にしましょう。結構多いのがね、これが90度にならずに角度が広くなってしまう方ではなくて、股関節をしっかり90度にしましょう。股関節を90度に持っていけたら、このままお尻を外にぎゅーっと倒しましょう。この時に膝が離れてしまうと伸びないです。お尻を外に倒すことによって、お尻の外側ですね、ここが伸びてきます。これも50、これもね片方30秒置いて反対にいきましょうか。体重を倒している方の足にかけます。でこっちの足が浮かないようにすると、こっちの足は軽く押し付けて体重をしっかり左に乗せます。ちょっと伸び弱いなっていう方は、お尻を後ろに引くとさらに伸びてきます。じゃあ反対もいきましょう。こっち、おお、30秒です。
倒して引く、ちょっとね倒して引くとお尻が全体的にねわっと伸びてきます。ちょっとこの腸腰筋にね詰まりみたいなものを感じるよという方、それはそれで大丈夫です。逆にそれは腸腰筋しっかり働いてますから。はい、 OK です。今のね左右に倒す動き止まってもいいですし、こうやって交互に動いてあげることによってさらにお尻周りがしっかり伸びてくれます。動いてあげるとねウォーミングアップにはすごくいいので、じっと我慢してもいいし、こうやって動くストレッチも取り入れてみてください。ではね、あと2種目は立ち上がって行います。では立ち上がっていただいて、次は回旋運動の動きですね。これを行っていきます。回旋運動の動きはすごく簡単です。つま先膝をまっすぐに向けて、膝から足の付け根をグリッと回す、で締める、外開く外開く、これだけで OK です。これをね左右ゆっくり10回ずつぐらいやってみてください。でこの時の注意点なんですけども、目線おへそ、ここですね、この2つが一緒についていかないようにしましょう。そうすると股関節の動きじゃなくって腰が回ったりとか、あとは首が回ったりしてちょっと回ってる風になるだけなので、目線おへそですね、ここをバッチリ固定しておく。あとは支えてる足ですね、今この場合で言うと僕のこっちの右足です。右足でしっかり地面を踏ん張りましょう。目線おへそまっすぐで右足で踏ん張る、そのままつま先膝を開く閉じるをすると、さっき言った回旋運動が働きます。これね左右交互に必ず行ってあげてください。左右ね交互にというか、右やって左とかやったら、あれこっちの動き悪いなっていう動きあると思うんですね。左右差っていうのは誰でもあります。なのでその左右差っていうのはできるだけなくしてあげないで、苦手な方の足ですね、まあ積極的にはできるだけ苦手な方を多くやるとか意識的にやるようにしましょう。ただしね必ず左右やってくださいね。得意な方だけとか苦手な方だけじゃなくて、左右やることによって整っていきます。そして今の回旋運動をさらにランニングに近づけていくと、ランニングで踏ん張った時ですよね、踏ん張った時の動きが大事なので、踏ん張った動き、こっちに体重をかけてこういう回旋運動を行います。このポイントっていうのは膝つま先ですね、この膝つま先、足がついてますので、膝つま先を固定した状態で、次は骨盤を、ここですね、骨盤の骨を持ってぐっとねじるようにします。こういう動きです。これ大事なのは膝つま先ですね、これが特に膝が内側に持っていかれやすくなりますので、膝つま先しっかり前に向ける、そして特に骨盤を向きを変えた時に膝が一緒についていかないようにしましょう。そうすると股関節のこういうねじる動きができます。結構ね難しいんですけども、膝つま先動かないように骨盤を動かそう、こうすることによって股関節周りの動きが促進されていきます。反対もね行っていただいて一緒にやってみましょう。そうするとね苦手な方の動きっていうのが皆さんも分かってくると思います。手を離していただいてもいいですし、ちょっとなんかよく分からないなという方は骨盤を実際持っていただいて、自分の骨盤が動いているかどうか、これを確認しながらやってみてください。何度も言います、膝つま先のね向きすごく大事です。ここが動かないことによって股関節がしっかり動いてくれます。はい、以上の動きはですね、股関節の周りの動きを高めていくための動作になります。今の回旋運動の動きっていうのはうまく働くと、このお尻周りに刺激が行きやすくなります。なので、あ、支えてる足とか動かしてる足、最初の動きは動かしてる方の足ですね、そして後にやった動きっていうのは前に出る足、こっちの足のお尻に刺激がいきますので、うまくいってる目印としてお尻に刺激が入ってると思ってください。はい、いかがでしょうか。今の動きね、やったことないよって方はちょっと特にね分かりづらいところあったと思います。ただやっていくと自然とお尻周りや股関節周り動く感覚分かってきます。やっていなかったらねやっぱり分からないですし、続けていくと絶対に分かるようになりますので、ぜひぜひね続けて股関節の機能を少しずつ高めていきましょう。少しずつですけど前に続ければ間違いなく股関節の機能上がっていきますので、そうすれば皆様の股関節の機能、そしてランニングのフォーム自体が変わってきますので、ぜひぜひねこの動き絶対習慣づけてやってください。そうすれば皆さん怪我なく走れるようになりますから。はい、本日の動画いかがでしょうか。ぜひぜひね今日の動画の感想なんか、あとはね疑問質問などありましたら、これコメント欄に放り込んでください。ショートムービー使って回答していきます。いつも高評価コメント本当にありがとうございます。
皆様の高評価、コメント、動画を作る励みになっております。今日の動画参考になったなと思ったらぜひともね、高評価ボタンよろしくお願いします。そしてコメントで質問疑問などありましたら放り込んでおいてください。ショートムービー使って回答していきます。 LINE 公式アカウントでは練習会、イベントの情報などこちらをメインに配信しております。こちらの動画もそうなんですけども、練習会、イベントめちゃくちゃ力入れてます。興味あるなという方はぜひともね、 LINE 公式アカウント登録してお待ちください。動画概要欄に貼っております。本日は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではランニングに関する情報や走り方、そういった情報を配信しております。今日の動画参考になったけどまだチャンネル登録していなかったなという方、これを機会にポチッとよろしくお願いします。 Twitter、SNS で高山マラソンシェアしていただけると本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。